カツラギって人、いい人だったんだな。見た目は無人のようですが、慈愛に満ちた顔立ちです。どうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう。おー、で、ゲスト。長政様、この衣を崩れた洞窟で見つけました。自分の名前も覚えていないようです。名前がないと困るだろうに。先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたが。構わない、それでいい。カツラギ、こっちに仲間が増えたことを丹羽様に報告してきてくれ。Ah, also kommen wir wieder hoch. Okay, nee, das ist ja Quark. Das brauche ich jetzt nicht. Jetzt fallen hier schon Dinge vom Himmel. Keine weitere Kiste, okay. Ore, Mudottekitazo. Nanu? Stimmen. Ich höre Stimmen. Koko ga kimi no umareta basho na no? Kirei da ne. Hito wa inai kedo. Kimi to onaji de, boku mo stereretan da. Touji boku wa.ここに住んでた。いい場所でもないから、ここに引っ越してくることはないよ。うん。聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは二人とも刀を打ってたんだってさ。でも工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れてお父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がないというより、ザンヒョウも彼の名前を知らなかった。彼の父親は彼に名前を付ける前に亡くなったの。母親が亡くなってから、この子は、かやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そして、タタラスナを離れたザンヒョウは、偶然にも、自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして、一緒に暮らした。その子供って、最後は。幼くして病で亡くなったわ。ある日、ザンヒョウが家に帰ると、彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ？返事をしろ！家族のように、一緒に暮らすと、約束したのに。結局、君も庭たちのように、僕を裏切るんだね。声が途絶えた。どうやら記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。Ja, da hatten wir ja schon ein paar Einblicke bekommen damals, ne? In den Zwischensequenzen, wo er da, glaube ich, in dem brennenden Haus stand und der Kleine da lag, als er zurückkam. Keine Kiste? Nö. どうして僕の行く先を阻む？阻んでいるわけではない。あ、やもん。待っているのだ。貴様の正体は一瞬だ。
鋼鉄の意志のために刺激されることを、そのまま放浪を続けることもできる。僕を仲間に引き込もうと。反抗の運命はすでに幕を開けた。席に加わり、祝宴に参加しようではないか。Oh, den Raum kennen wir doch. Das ist doch damals Nico mit bei gewesen. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Es ist unangenehm.つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか。もうあんたの手下なのよ。下げすんで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それともアビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけど、これからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて思わないことだね。ましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか。君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は講師といい勝負だからね。私はただこの混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら、稲妻にいたあの時、刀工を何人も殺したんでしょ。雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃまたね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。まあいい、誰かがここを見つけるのも時間の問題だ。その時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者まだ耐えられるかしら。はい、心配はいりません。どうして黙って私を見てるのかしら。もっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけ。僕の義務、君に好かれることじゃない。それに君の目には最初から利益と結果以外のものなんてないだろう、マジさん。迷子のお人形が第6位に上がれたのだって他より少し頑丈だったってだけじゃない。そんなのが長所ですって。君と接しているとまるで烈焰と交流している気分になるね。だけどお互い殺し合う前にまずはやるべき責務を果たした方がいい。Na dann schauen wir mal weiter.
れって。正論派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ、博士。いつから始めるんだ。もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ、単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で最もタフな実験対象だ。お前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい。私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あのものからはとても深い邪悪の気配がします。Ja, das lässt sich dadurch erklären, dass das alles verursacht hat, dass hinter allem steckt. あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。おいらもな。引き続き進みましょう。Na, dann erkunden wir mal weiter. Mal sehen, was wir. Oh, sollte ich überhaupt drunter springen? Ich glaube nicht. Das hat so nach unten gedeutet. Dabei war es eigentlich hinter mir. Ups. Japanisch klingt so cute. Ja, das stimmt. Darum spiele ich auch nur auf Japanisch. Kami-sama, Anata wa boku ga aku de aru to omoimasu ka? Are ra ga anata de aru to mitomeru nara.悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか。あなたにとっての前哨や多少の自分は、あなたと何か違いはある。もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊団に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も同じく人よ。僕は十分に多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだったあれらの罪を取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。Vor der Schuld und der Strafe fliehen. Ich meine, an und für sich ist jetzt ja nicht mehr der er vorher war. Ist ja mehr oder weniger eine komplett neue Persönlichkeit, ein komplett neuer Charakter. Dementsprechend, in meinen Augen, ist es wie so ein Reset. Von daher kann er eigentlich nicht mehr für das verantwortlich gemacht werden, was er getan hat, weil er nicht mehr der ist, der war im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich mal sagen. Ich check nichts, aber klingt sehr deep gerade, ja? Wenn man Skarmus Geschichte kennt, ist das schon so ein sehr deepes Topic gerade, ja. その記憶を僕に渡してくれませんか? Oh, er will die kompletten Erinnerungen zurück, okay. でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ? 僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。
記憶を取り戻すことはあなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も全てあなたの体内へと戻る。本当にいいのね。もとよりこの胸に開いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は僕を必要としなかった。目覚めた後僕は放浪を始めました。それからあなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。Ist dies die wahre Bedeutung von dem, was die höhere Herrin Rukadavata gesagt hat? Dass man sich nicht selbst auslöschen kann. Selbst wenn der ursprüngliche Skaramouche gelöscht wurde, gibt es dieses Individuum, das an seiner Stelle weiter existiert. Ist es vorherbestimmt, dass man seine Sünden nicht entkommen kann? Ich bin geboren, nicht mehr als die Menschen. Ich 僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だからお願いです、宿命を変える意味を僕に与え、僕の放浪を終わらせてください。分かったわ。すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそここで終わるわけにはいかないんだ。図が高いぞ。
虫けらが天へと舞い。僕の視界から消え失せろ。消えた。オイラたちの勝ちか。聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。Jetzt, da deine Erinnerungen wiederhergestellt sind, wird dich die Vergangenheit einholen. その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。Na, jetzt hat auch sein göttliches Herz bekommen, ne? Wobei ich sagen muss, davor gefiel mir mehr.